んじゃこの長い髪、あ、どっか行った。まあ配信ありがとう、ありがとうございます。キャさんこんばんは、こんばんは。今日も尽くしありがとう。今日なんか雰囲気違う、本当に。こんばんは、こんばんは。 OL っぽい、おお。おばめありがとうございます、いつもありがとう。いえいえ、こちらこそご登録ありがとうございます。はい、え、 OL? 嬉しい、 OL です。 OL、 OL さんはちょっとね憧れですね。 OL、 私もういろんな憧れがあるんですけど、 OL 嬉しいです。あのちょっと休憩とかになんか外にいらっしゃる OL さんとかね、いいですよね。ちょっとどこがいいかな、なんだろう、銀座あたりとか。わかんない。コビーとザクミはでもだいぶ今の時代変わって、あー丸の内とかいいんじゃないですか、うん、東京ですね。財布焼けもて、あーね、確かに。いいですね。なんだろうね、なんだろう、あんまりさ、なんか周りの状況があんまり知らないからさ、大学生がさ、女子大ってさ何が多いんだろうね、職業。あ、秘書、受付、あ、受付とかもちょっとやってみたいですね。受付の人なんか可愛いイメージ。秘書もね、なんか秘書券受けようと思って昔買ったままテキストが置いてあって結局なんか受けてないみたいな状況ですね。はい。かわいいね、ありがとう。知ってる人っていうか、知ってあれだ、昔からのファンの人だ。受付嬢向いてさ、ほんと初見ってさ、ほんとにちょっとね、多分もう使わないから、誰かいる人いたらあげます。もういらないです。スカイキャスポ、あ、いいですね、渋谷。青山、あ、いいね。秘書やってほしい、本当に。じゃあもう一回ちょっと秘書兼あの勉強し直しますわ、テキストあるんで。絶対やんないな、ちょっとこれは。だけあれかも、多分ね前髪をね、あの若干切ったっていうか整えたから違うのかもしれない。
女子アナ、女子アナはで、ね、女子アナウンサーは難しいですよ、受けるの。本当になんかインターンですらなかなか通らないですからね、難しいよ。ん、今日の服がどうした。実家か配信、実家じゃないです。実家だったら多分もうちょっとあのお母さんとかお兄ちゃん、お兄ちゃんも誰か一人暮らし始めたのか、でも家族うるさいからそんなあのこんなね気楽に多分できてない。実家から配信しちゃうとき見てくださったことある人は分かると思うけど、本当に慎重に配信しないといけないので実家からだと。そうそう、天気、お天気姉さん、ああいうのは別に何もいらないんですか、わかんない。私のイメージはイメージって言ってもいろいろあるな、難しい。なんかさ、パッと今思い出したのは Going のあのに出てるモデルさんかなとかの方たちあ、でもやっぱりなんか好きに入ったのにも、でもやっぱり柴田彩さんの影響もあるので、アナウンサーの話戻っちゃうけどね。そう、何歳になる？ならないよ、ならない、ならないよ。将来事務所え移籍を視野にしてないですしてないです。文化放送で新番組え聞きたい。あのキングルーの、あ、なんだっけ、オールナイトニッポンか。そう、ちょっと次のブログに書こうと思ってたけど、そう面白いからお兄ちゃんになんか見させてもらって。めっちゃ面白い。あ、10分ありがとう。15分に終わりにしようと思って、でもまだランキングとギフトは5分以内で読めるからもうちょっとやります。ありがとう。2321、うん、憧れ事務所のどっか憧れとかは特にないですね。
待って、なんかなんか絶対延長するでしょみたいな感じでみんなコメントしてるけど、大学生の天気お姉さんオーディションなんか、なんかいろいろあるんじゃない、多分。でも私は、まあ、当時は大学3年生ぐらいまではアナウンサー志望だったんで、4年からはもう違かったんですけど、違う業界見てたんですけど、3年生の頃とかで見てたのは、でも周りとかにはいたね、確かに。どういうでも基準かとかは、でもそういう多分なんかありそう、作る中でなんかこうやりオーディションありますみたいなもう出たりとかしてたから、まあいろいろあるんじゃない、キャサルしても考え中、あ、そう、それテロップにすればよかった。あのキャノッティへ質問みたいな感じでハッシュタグ忘れちゃった、あのメールに書いたんですけど、そうなんかね、3人いや分かんない、もうずっといるのか分かんないけど、答えてくれてるのは見ましたそう、私がいつ答え、その質問に対してなんかね、てかなんでそれをしようって思ったかっていうと、なんかさ今さショールームさ結構やってるけどさ、特にネタないんですよこんなことになるんだけど、なんかあの今活動できてないじゃないですか、でこうその中で毎日じゃあメール送ってショールームってさ、じゃあ毎日皆さん毎日もし何かこう発信っていうか、なんだろうね、話すとか、毎日何分間か話す、何個かじゃあメール送るってなったら、ちょっとね、ちょっと考えてみてください、今お仕事ができませんってなって、なんか本当にどうしようってなるんですね。まあショールームたまにやる人とかだったらいいかもしれないんですけど、割と最近ちょいちょい結構長い時間とかメールこともあるから、まあそんな中で、まあ、たまにねちょっとね、あのネタ切れしたからとは言わないけど、あのまあ、なんか心の中で、あ、なんか話すことないなって思った時に、なんか質問ないですかって、あの質問する時があるんですよ、ショールームで。でもさ急に言われても何ってなるじゃん、実際なんかそれに対してあんまりこうコメントも、じゃあ質問まあ来づらいっていうかね、まあそりゃそうかなっていうところもあるから、じゃあまあ事前にそうやってあれば、まあいつかなんかまとめて、まあ、もうちょっとねみんな溜まってきたら返そっかなっていう感じでやろうかなっていう考えで、まあちょっとやってましたね。まあ、それが私がそうなだけで、別に他のメンバーがどうとかわかんないですけど、はい、その人それぞれだと思うから、別に。就活途中まではしてたよ、だって大学2000ない、私いつ入ったっけ、でもなんかインターンとかは行ってたな、うん、食べ物くらいしかネタ、そうなんかね、食べ物に走れば、あ、もう15分経っちゃった、食べ物に走れば意外とね何でもねこう何でもないこう話をね永遠にできるっていうのは私の持論ですけどあると思うんですよ。そう、教師課って受けてないです、なんか受けようか迷ってたんですけど、なんかそんなにめちゃめちゃ
なりたいってわけでもなかったし、まあもちろん資格があるのはいいと思うけど、てか受け入れるのもまあ一つの手だったかもしれないけど、でもそれよりもうなんかそうするとさ、なんか受けなきゃいけない授業とかが多くなっちゃうから、決められちゃう定められちゃうから自分で好きなの取りたいしなーって思って取らなかったですね。でも高校の友達が名古屋に来てくれた話をずっと前にね、ちょい前ぐらいに3月いつだっけ忘れちゃったっけ、ショールームで話したと思うけど、その子と話した時はやっぱなんか高校の周りの友達は教師になった人が多かったらしくて、そうでも全然周りのさ情報を知らないからさ分かんないけど、でもねすごいなって思いつつも、うん、そうそうそうって感じかな。カルボナーラ好き好きだよ。なんか結局15分超えてもやっちゃった。待って、やることあるんだけど、まあいいや。ですね、なんだっけ、あ、そう、カルボナーラ好きっていう話題か。私、パスタがめちゃめちゃ好きで、イタリアン好きで、で、大学時代もイタリアンでアルバイトして引っ越しをして、でまたさらに別のイタリアンでアルバイトしてたので、まかないのためなんですけどそうだから、そのぐらいは好きだと思います。はい、あ、いろんな種類食べてました。毎日もうね、社畜だってもうすごかったんでだったので、なんかもう毎日パスタみたいな、昼よりもパスタみたいな、そう感じでしたね。サイゼリアではないけど、うん、あ、でも今日タイ料理を食べました。うん、前にタイに一緒に行った友達と一緒にタイ料理を食べたかな。友達がその子がなんかめちゃめちゃタイ料理好きで、一緒にそのタイに行った時もやっぱやったーみたいな感じだったけど、こう日本にいる時もいつもめちゃめちゃタイ料理を食べるらしい。あー、カマが美味しいよね。あれなんだっけ、私はパイナップルの中に入ってるやつが好き。もろパイナップルみたいな、くり抜かれてて、パッタイなんだっけ、何がなんだか分かんなくなっちゃった。そうが好きで、で今日も食べました。タイにいた時も食べたけど、そう中にナッツとか入ってるやつ、チャーハンみたいなのと、が結構食べてましたね。まあ今日も食べたけど、あとココナッツアイスも食べた。ココナッツもパッタイかな、それかも。そう、ココナッツアイスも美味しかった。
ココナッツのさ飲み物とかもあるよね、もろココナッツのまんまこうくるやつ。ガパオライスそれだ、きっと多分それの気がする。そうそうですね。友達はもうグリーンカレーとかじゃない、なんだっけ、そういう系、うん、そういう系だ、頼んでました。もう本当にだからタイ料理好きって感じ。私はめちゃめちゃ好きってわけではないんですよ正直。だからタイに行った時も別になんか、あ、美味しいなって思うのやつもあったけど、なんかこれは口に合わないなっていうのもあって、でもまあたまに食べたくなるんですよね。たまにでいいかなって感じ。そう、なんかたまに食べたくなります。友達は4月か会社員か、うーん、まあ大変ですからねコロナの影響。まあ大丈夫だと思うんですけどね。ここまでだってさ、なんかさもう話題になったらさ、さすがになんか正社員で雇ってくれると思うけどね。ね、今いろいろありますからね。パクチーはね食べれないことはないかな。でもそんなめちゃめちゃ食べたいって言って食べるってことはそんなない。うん、インド料理はサーヤと言うと、え、もういろんな人と言ってますよ。うん。そう。なんなら入る前からもともと大学の近くにあったからいつも行ってた。あ、春菊じゃないけどさ、春巻きってさ、なんかさタイのやつとかさ透明のなんか違うよね、日本のなんか揚げた感じとまた違うよね。どっちも美味しいですけど。あとなんだっけな、カニかなんかの、あ、生春巻きか、そう、なんかねカニかなんかのなんだっけ、え、なんかねすっごいね食べたことないやつをね食べたんですけど、今日美味しかった。たまに挑戦するのもいいですね。なんか焼いたやつわかんない、名前忘れちゃった。そう、初見ありがとうございます。生春巻きね、サラダみたいだよね。そうタイに行った時に頼んで、でも生春巻き、春巻きってもう書かれてるので出てくるのが生春巻きだから、そう、でもなんか今日行った日本のタイ料理屋さんもそれだ。食べ物の話尽きない。うん、だいぶ。もう今何時だろうってかさ、待って、最近さ、元のスマホをさ、手元に置いてやってんのにさ、今日、置いてないや。じゃ、あと5分で終わりにします。もう次は絶対に終わりにする。ちょっと先に壇上とギフト読んじゃおうかな。壇
情が変わるかもしれないから先にギフト読みます。もなかさん、たんさん、やまちゃん、しょうたっぴさん、まこぽんたん、すごいアップルのマークじゃん、まっちさん、しまかぜまるさん、まかわくまいきゅんさん、まわたしんさん、ふみめろさん、しゅんのすけさん、なべかずさん、やまちゃん、まいきむらさん、ふわふわさん、ありがとうございます。そして団長を読もう。10歳かまぼこさん、12位もうたしんさん、11位やさん、10位やまちゃん、9位としさん、8位きょういちさん、7位メガトンパンチさん、6位りかさん、5位あんきゅうさん、4位ふわふわさん、3位はひらがなてやしさん、2位しもかぜまるさん、1位しょうたっぴさん、ありがとうございます。25分もやってた。ほら、あらあら、すごいアップルマーク、アップルマークじゃないのかな、これなんかリンゴマーク、いやアップルマークだよね。スマホ買いに行った時にさ、こう対応してくれた方がさ、大学生でさ、学生ですかって聞かれて、はいって言ったら、私も学生なんですみたいな、大学生ですかみたいな、大学生、しかもなんか年下だった、なんなら。そう、すごい、アップルマークみんな使ってる。リンゴシール5枚、いや負けた、私3枚だわ。ありがとうって、ありがとうございます。ギフト、かまぼこさんも山ちゃんもありがとうございます。そうじゃん、もう学生じゃなくなっちゃう、やばいね。3月までしかさ、学割とか聞かないのかな、全部。待って、今買えるものってなんだ、待って、え、なんかやっとくことある、え、待って待って、学割聞くうちになんかやる、やっで置かなきゃいけないことを教えてください。え、カラオケ映画館、あ、カラオケもそっか、待って、定期は、ね、大丈夫、ちょっと前に更新した、映画、電化製品、なんだろう、電化製品なんかだけ、え、待って待って待って、ボーリング、あ、ボーリング確かに学生あるね、旅行でも行く予定もないし、待って待って、確かに3月中やばい、ちょっとなんかあったら次のショールームで教えてください。はい、ということで多分5分ぐらい経ったんじゃないでしょうか、終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ぜひまだフォローされてない方はフォローよろしくお願いします。ではバイバーイ、おやすみー。